トム・クルーズ主演の人気スパイシリーズ第6弾、ミッション、インポッシブル・フォール・アウトの日本版予告第1弾が、このほど披露された。クルーズが、ノースタントで、ビルの屋上からジャンプし、壁面に激突し骨折した、あのシーンなど、一瞬たりとも見逃せない数々のアクションを収めている。何者かに、複数のプルトニウムが盗まれた。イーサン・ハント、 クルーズラー IMF チームは同時核爆発を未然に防ぐミッションを任された。しかし e さんを疑う CIA が送り込んだビンワンエージェントウォーカーを相手にしつつ名前しかわからない正体不明の敵を追うミッションは困難を極めた。タイムリミットは72時間。いくつものフォールアウト、予期せぬ余波が絶体絶命のチームを襲う。 本シリーズは、クルーズが、ノースタントで挑む、と迫力のアクションシーンが、見どころの一つ。これまで世界一高いビルである、ブルジュ、ハリファの壁面を失踪したほか、時速400キロ以上で飛ぶ、ジェット機に、素手で取り付き、息継ぎなしで6分以上も潜水するなど、常識外れのアクションをスクリーンに刻印してきた。日本版予告では、 イー、e、さんが山脈を飛行するヘリコプターにしがみつくも落下してしまう姿が。さらに、ノルウェーにある高さ約600メートルの一枚は、プレーケストーレンでのクライミングや、フツパリの外旋門をバイクで激走し車に衝突する様などを収めている。そして、あるビルの屋上から対面するビルへと大ジャンプ。この場面の撮影で足首を骨折したクルーズだが、 奇跡的な回復を見せ、約2週間で現場復帰している。イギリスのテレビ番組、グラハムのオトンショーに出演した際に、クルーズは全速力でジャンプして壁の一面にぶつかって、跳、はい、上がりカメラの側を走っていくという撮影だったんだ。ぶつかって瞬時に骨折したことを悟った。それでもカメラの側を走り抜け、そのショットをものにした。 あの横顔のショットはどちらも映画に出てくるんだと、大怪我の瞬間が本編で使用されていることを明かした。ミッション、インポッシブル・フォール・アウトは、前作、ミッション、インポッシブル・ローグ・ネーションの、クリストファー・マッカリー監督が続投し、M ・ I ・ E で E さんと結婚したミシェル・モナ・ハンフンするジュリアが、再登場。マン・オブ・スティールのヘンリー・カビルが、 ウォーカー役でシリーズ初参加するほか、レベッカ・ファーガソン、アレック・ボールドウィン、サイモン・ペッグ、ビング・レームスラが共演している。8月3日から全国で公開。